ず普段のラウンドでは1時間15分前にコースに着くようにしています。着いてから15分間で受付やラウンドの準備を済ませます。次に打球練習場に向かいます。クラブはドライバー5番ウッド、7番アイアン、9番アイアン、51度の5本です。球を打つ時間はだいたい15分間。球数は1カゴ以上打ちません。まずウォーミングアップを最初にやります。脇腹を伸ばしています。クラブを横に倒して持って伸びをします。ここは捻転に必要な部分です。左右10回ずつぐらいやります。次に股関節を使ってヒンジ動作をやります。アトレス時の前傾姿勢を作るのに必要な部分です。片足でもヒンジ動作をやります。片足ヒンジは左右の股関節の使い方をイメージするのに役立ちます。前の足に9割程度負荷をかけて行います。この時に骨盤の高さがばらつかないように注意します。最後にクラブを横倒しにして両手をパーにして挟んで上体をねじります。肩甲骨周りをストレッチしています。しっかりと体を使うようなイメージをしています。打つ前の素振りはクラブを2本互い違いに持って左振り、右振りで10回ずつやります。2本重ねて持つ理由としては、通常のクラブを普通に振るよりも少し重い状態になるので、体を使った素振りが自然とできるからです。最初は51度から練習をスタートします。距離はだいたい50ヤードから60ヤードぐらいのイメージです。振り感も基本的に5割程度からスタートします。少しずつ長いクラブに変えて練習をしていきます。こちらは7番アイアンですが、基本的に5割から6割の振り感はあまり変えていません。次に5番ウッドを打ちます。アイアンからウッドに持ち替えるとどうしてもスイングテンポが速くなりがちですが、クラブが長くなってもなるべくスイングテンポは大きく変えないように意識をしています。練習中はスイングの形よりはテンポや飛んでいる球の状態をチェックしています。
最後にドライバーを打ちます。もしラウンドするコースが知っているコースなら、スタートホールなどのロケーションを少し頭でイメージしながらホールの軌道を考えます。なるべく打つ前に目標をしっかり確認することも心がけています。だいたい一番手5、6球ぐらいのペースで持ち替えます。次にパッティンググリーンに移動します。練習のスタートは50センチ程度から始めます。これをカップを挟んで4方向から沈めます。ボールも1箇所できるだけ2個ずつ入れられるようにしています。50センチぐらいから始める理由としては、カップインさせるのに時間がかからないからです。これが終わってから80センチ程度を2、3回打ちます。この2つの距離を打ち終えたら、今度は距離合わせをする練習をします。あまり細くはせずに、見た目のまんまイメージをして打ってみます。4方向からやる理由としては、50センチからやる理由としては、絶対に入れておきたい距離なので、だいたい50センチ、80センチぐらいからが結構お先したり OK が出ない距離になるので、それよりもさらにちょっと短いところからまず練習をして入るイメージを作ります。やばいなんかこれ肩慣らしのキャッチボールぐらいでやりたいんですけど風が強いとショートパットも意外とうまく決まらないので、あまり長い距離よりはまず50センチを進めます。人多いんですけど、パターンの時意外と計算せずにただ強いだけって思ってる人が多いので、向かい風とかだと当然ボール転がらないですし、逆に追い風とかだと登ってる傾斜とかでも全然登ってる傾斜とかで結構転がっちゃったりするので、なので地表もちゃんと風が吹いてることは頭に入れてやった方がいいと思います。はい、なんか 1.5 メートルはあんまりパター自体にもなんか入らない時間を私作りたくないので、一番上りでちょっとこう簡単なところを、探して 1.5 メーターはすいません打つようにしてます。はい、急でいいか。1.5 メーター、2メーターも練習はするんですけど、あんまりたくさん時間を割かないようにしています。上りのスライスラインなので、少ししっかりめにちょっとカップの左からになります。
転がってる状態です。でこれをこのままさっきショートパット練習したんで沈めちゃいます。2球とも打ちます。で距離合わせて、2パットでなるべく上がる練習を何箇所かやっていきます。基本でも、まあ、上り打った後あんまり上りだとちょっとこうイメージ湧かないんで、上りと下りをバランスよく交互に打つようにはやってます。パッティングもだいたい所要時間は15分から20分程度です。これを終えたらそのままティーグラウンドに向かうことが多いです。